ブレンダン・フェアはカナダの俳優。ブリティッシュ・コロンビア州ニューウエストミンスターにて、共生施設関係者の母とヨット業者の父の間に生まれた。1990年、マニトバ州ウィニペグに移り、経験なメノナイトとして育った。小遣い稼ぎのために雑誌モデル業をしていたフェアは、1996年にソープオペラ CR6 に出演。 翌年、ブレーカーハイでテレビ番組デビューを果たす。2001年、U2 の PV、W、スタックイン、A Moment You Can't Get Out of で、ポール・ヒューソンというボールをゴールポストにぶつけて、ウィニングキックを決め損ねた新米フットボール選手を演じ、またバネッサ・カールトンの PV、Pretty Baby にも出演した。近年では、ABC のミニシリーズ、サムライガールで、 ジェイク・スタントも演じた。現在は2006年7月に結婚した、ジェニファー・ローリーと共に、カリフォルニア州ロサンゼルスに住んでおり、娘が3人いる。趣味は、スキー、スノーボード、アイスホッケーで、好きなバンドはメタリカ。ロズウェル撮影中は共演者、マハンドラ・デルフィノとも付き合っており、彼女だけでなく、共演者であるニック・ウェックスラーとも仲が良い。また、 ロズウェルのオーディションの間アパートを共有したカーリーポップとも仲が良い。ありがとうございます。